今日は未来の表現 Be Going To について学んでいきます。未来を表現するとき使われる頻度が最も高いのがこの Be Going To で、すでに決まっている予定について話すときに使います。主語が I のとき I'm Going To となり、私は何々する予定です、私は何々しますという意味になります。例えば、私は来年ドイツに行く予定ですというときは I'm going to go to Germany next year となります。日常会話ではいつも短縮形で使われ I'm gonna となります。では、私は今日英語のレッスンを受けますというときはどうすればいいでしょうか。英語のレッスンを受けるは Take an English lesson です。同じように Be Going To を使って I'm going to take an English lesson today. I'm gonna take an English lesson today. となります。では、発音練習してみましょう。私は来年ドイツに行く予定です。I'm going to go to Germany next year. I'm gonna go to Germany next year.私は今日英語のレッスンを受けます。I'm going to take an English lesson today. I'm going to take an English lesson today. それでは皆さん、また次回お会いしましょう。